見たことあると思ったら、この前白山行った時か。ああ、やっぱりそうだ。白山のところ行った時は、あれは個人チャンネルの方でね、ちょっと話してましたけど、あれですね、ハーレーヤマトっていうところね、行って、マルチンガーデンのね、セミナーね、のやつでね、ちょっと、意見交流会みたいなのをやってもらったことがあって、その時にね、参加していたところに行った時と一緒のルートですね、そうですね、ここやから。グイッと背伸びをすればうまく隠せることが多いですけど、目立つと分かりにくいかもしれませんけど、本当に真直角に上に登ってる感覚で見えますからね。名所線が見えたりするところかな、違ったっけな、よいしょ、紅葉も見えていいですね。まあさすがに12月なんで紅葉の、ね、シーズンは過ぎてるんで、青山高原も、まあ、青山高原はもともと常緑樹だもんな、確か違ったっけ、ね、まあ、紅葉が見れたらラッキーぐらいで行きましょう。400m 左方向です。
方言って確かに出てるわ。伊賀街道になるんだ。へえ。長野川ですね。こんな感じで行けるんだ。確かに風力発電のぐるぐる回ってるのが見えてきましたね。青山高原のね、今や名物となってますもんね。あの風力発電もね。走行注意。